トッテナム対リバプールの試合分析をしました。大なり小なり皆さんのためになる動画になったと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。この試合、特に特徴的だったのが、リバプールのヌネス、トッテナムのダイヤーの動きでした。まず試合の構造ですが、トッテナムが 5-3-2、リバプールが 4-3-3 となります。見ていただくとわかるように、ディフェンスライン、中盤のライン、それぞれマッチアップ、同数となっています。また、トッテナムのウィングバック、セセニョンとエメルソンは、リバプールのサイドバック、アーノルドとロバートソンとマッチアップする構造となっています。まずはリバプールの攻撃から見ていきます。フィニッシュフェーズ以外では、サラーはウィングの位置に入ります。こちらサラーのヒートマップとなっていますが、ワイドの位置、最もボールタッチ回数が多くなっています。ヌネスに関しても、ワイドの位置に入ります。こちら、ヌネスのヒートマップとなっていますが、このワイドの位置というのが最もボールタッチ回数が多くなっています。サラーがワイドでプレーするのはできるというのは分かっていたんですが、ヌネスもワイドでプレーできるということを存分にこの試合に見せつけています。オフザボールでは裏抜け、オンザボールではドリブルで縦突破することができます。非常にこのヌネスのワイドからの仕掛けというのが有効になっていました。このシーンではロバートソンから裏にスルーパスを受けています。裏抜けのスプリントスピード、非常に速いものがありまして、相手の裏に侵入することに成功しています。そしてボールを持った時に縦に突破することができます。この縦突破というのが5バックのトッテナムに対して非常に有効になります。ヌネスのこのワイド受けのシーンですが、縦突破が効果的になります。トッテナムの5バックに対して縦に突破することによって、ニアゾーンに侵入して決定的なプレーというのをできます。またボールを仮に失ったとしても、相手のブロック全体を押し込むことができているので、カウンターのリスクが非常に少ない。またカウンタープレスにより、高い位置でもう一度ボールを回収できる可能性が高まります。そういった理由から縦突破が非常に有効になります。このシーンでヌネスはカットインしてしまうんですが、なぜカットインが難しいのかということについてです。5バックに対してサラーがセンターフォワード化します。そうすることによって、セセニョンとデイビスも内側に絞ります。右側のワイドというのは不在になります。その状況で左のヌネスがカットインしてしまうと、エメルソンも当然ついていきますので、全体の幅というのがなくなって、中央が渋滞します。そうなると、相手のディフェンスライン、人と人との間が狭くなりまして、縦に通過することが難しくなります。このように、ヌネスに対してエメルソンもついてきて、中央がどんどん渋滞します。そして、縦に通過することが難しくなります。続いて、フィニッシュのところなんですが、ワイドに位置を取っていたヌネスとサラーが、必ずセンターフォワード化します。そして相手の3センターバックに対して3対3を作ります。こちらがヌネスとサラーのシュートを打った場所を示していますが、可能性が高い位置からしっかりとシュートを打っていることが見受けられます。また構造的にロバートソンとエメルソン、アーノルドとセセニョンというのはマッチアップはしているものの、両者の距離は離れています。そうすることによって、アーノルドとロバートソンにはアーリークロスをするスペースが生まれています。こちらロバートソンのヒートマップですが、このグリーンの位置でボールタッチ回数というのが増えています。こちらアーノルドのヒートマップですが、このグリーンの位置でボールタッチが、多くできていることがわかります。このアーリークロスに加えて、中には3対3同数というところで、決定力のあるヌネス、サラ、フィルミーノが中にいる。こういったポイントを生かしてアーリークロスからフィニッシュを狙うリバプールの戦術というのが見受けられました。このシーンではですね、ロバートソンとエメルソン対峙してますが、エメルソンが前に出たことによってこのワイドの裏のスペースが空いてしまいます。そこでダイヤーがそのスペースをケアするというところで釣られています。そうすることによってヌネスがフリーになって全体が釣れて、最終的にはサラーがフリーになります。そういった中、アーリークロスからヌネスにボールが渡り、サラーにパスをしまして、サラーがゴールを決めました。サラーのシュートも相手の股を抜いてファーに沈めるというところで、非常にレベルが高く素晴らしいゴールとなりました。2点目はもうアリソンのロングフィードをサラーがスプリント力を生かして沈めます。スピードとパワーがサラーの持ち味というところで、サラー分析動画も上げていますので、よろしければこちらもご覧ください。続いてトッテナムの戦術です。トッテナムはリバプールの4バックに対して5を作るというところに優位性を持たせます。この5の作り方なんですが、中央の2トップ、相手の2センターバックとマッチアップをします。それに加えてあと3枚、ウィングバックがウィングの位置に入ります。
そしてあと1枚はベンタンクールが前に上がって作ることが多く見受けられました。これが前半の形です。試合の構造的にウィングバックが高い位置をどれだけ取れるかというのが肝になりますが、セセニョンとエメルソンそれぞれのヒートマップはこちらです。セセニョンは比較的高い位置を取れてます。ただエメルソンに関してはそこまで高い位置を取れず低い位置でボールタッチすることが多くなっています。これは対峙するロバートソンとアレクサンダー・アーノルドの特性にもよるところも大きいのですが、両サイドが高い位置を取れていないというのは見受けられました。そこで後半コンテがやり方を変えてきます。こちらですね、センターバックのオーバーラップを使います。右のセンターバックダイヤーを高い位置に上げます。このようにヒートマップでも示されている通り高い位置を取っているのが分かります。そしてダイヤー右足のクロス非常にうまいものがありました。キック精度を生かしてアーリークロスを利用してきます。このようにですねダイヤー高い位置に入りましてボールを受けた後キック精度を生かしてクロスを入れています。ダイヤーがワイドにいる分中に入る人数を増やすことができますので、より攻撃的に得点の可能性というのが高くなります。得点シーンもこちらによって生まれました。ダイヤ高い位置取りまして、ドハティと数的優位を作ります。そのままダイヤオーバーラップをしていきまして、カットインしたクリゼフスキーからケインへのスルーパス、そしてケインがゴールを決めています。ケインのファー下のシュートなんですが非常に技術が高いです。体の向き足の振りというのはニアに行ってます。ただヒットポイントをずらすことによってファーにボールが飛んでいくような蹴り方をしています。それによってアリソンの反応というのを少し遅らすことができます。こちらのシティの動画でもベルナルドのニア上のシュートを解説させていただきました。ベルナルドのパターンで言うとファーへの振りでヒットポイントをずらすことによってニアにボールを蹴っていますが、この逆のパターンでケインがゴールを決めています。非常に高いシュート技術を見せています。この試合フォワードとディフェンスというのは同数でマッチアップします。そして中盤も同数でマッチアップします。そしてウィングバックとサイドバックというのはワンオンワンですが距離があります。肝となるのはこのウィングバックとサイドバックどちらが高い位置を取れるのか。質の高いクロス、確率の高いクロスであればお互い同数となっていますので得点の確率は高まります。そしてさらにこのゴール前の同数に1枚プラスワンすることによって数的優位を作ることができ、より得点の確率というのが高まります。その攻防の見応えがありました。リバプールはヌネスとサラーのワイド流れからゴール前に必ずいるというところで、ゴール前の3対3同数を生かしてロバートソン、アーノルドからのアーリークロス、そういった戦術を取っていました。一方トッテナムはウィングバック高い位置取らせることによってリバプール4バックに対して5を作る、これが前半のやり方でした。後半はセンターバックまでオーバーラップさせてさらに人数をかけるというような攻撃的な戦術を取っていました。サラーやケインの圧倒的な個人技、そういったところも 見られましたし、非常に面白いゲームとなりました。皆さんのご意見もぜひコメントでいただければと思います。またこのような動画撮ってまいりますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。